はい、こんにちは。ドラッカーが教えてくれる人を生かす経営ならず原則で、社長のビジョンを確立し、強力な経営チームを作り、組織に火をつける。ドラッカー専門の経営コンサルタント、村瀬康介です。今回はですね、お客様第一の会社の作り方について、ドラッカーの観点からご説明をさせていただきます。この動画は、中小企業が小規模企業共済、経営セーフティ共済の次に加入するべき制度、育み企業年金の導入推進をしている株式会社ベタープレイスの提供でお送りします。育み企業年金は、企業経営者であればぜひ知っておくべき企業年金制度です。詳しい制度については概要欄にある URL からご確認ください。今回はですね、お客様第一の会社の作り方について、ドラッカーの観点からご説明をさせていただきます。ドラッカー言うんですね、経営で一番大切なもの、会社のボスとは誰か。会社のボスは社長ではない。会社のボスは顧客であると。企業というのは顧客に買ってもらって初めて存続することができます。企業に価値を与えるのは企業の外にある顧客であると。顧客を中心にビジネスを展開しなくてはいけない。これをマーケティング、ドラッカーはマーケティングというのはマーケット ING、市場の中、お客様の中、お客様、市場、社内じゃなく市場から経営をしなければいけない。経営の第一目標はマーケット ING、マーケティングだということでドラッカーは言うんですね。経営で一番大切なものはお客様だっていうふうにドラッカーは言うんです。もちろんね、内部の働いている社員さん、他っていうのももちろん大事なんですよ。これ誤解ないようにこの後解説していきますけどね。ですのでね、お客様にどんないい企業、どんないいサービスを作ってたとしても、お客様にこれダメだって言われた瞬間に、その企業潰れてしまうわけです。僕はどんなにこうやって熱く抗議させていただいたとしても、誰も聞いてる人がいなければ、何の価値も生まない。何の利益も生まないといったことなんですね。お客様あってこそのビジネス。お客様が全てのビジネスの師匠であり、先生だということなんですね。ボスはお客様だということです。で、ドラッカーはですね、この日本企業の中でも特にお客様第一、お客様第一、お客様第一というのは社長は常に口酸っぱく言い続けなくてはいけないって言うんです。なぜかと言いますとね、組織の性質っていうのをドラッカーは言います。組織というのは家族である。企業の中というのはね。家族ですが変化を嫌うし、一回家族になると家族中心に動いてしまう。要は人間というのは変化を嫌うし、自分都合で動く。自分家族中心に動くのは内部志向になっていく。組織はお客様がいて初めて存在しているのに、市場顧客があって初めて存在しているのに、それか全く関係なく内部志向官僚的になっていくっていうんですよね。お客様がいろいろ変化してこういうサービス求めているのに、創業時はね、例えばこのロットでも出しますよ、こういうこともやりますよって言ったのに、だんだん安定して、お客様のありがたみを知らない社員さんも増えたりしますとね、そんなんじゃできません。この書類書いてもらえるのできません。この時間以外は対応できません。どん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 内部志向、いわゆるお役所さん官僚的になっていきます。でも顧客志向でない組織は顧客から嫌われ、顧客からもういいですよって言われて他のところに鞍替えされて潰れてしまうんですね。社長はこの組織の性質を理解する。放っておくと内部志向になってしまうという組織の性質を理解していただくと、常にお客様第一、お客様第一、内部志向になりがちな組織をお客様に合わせて常に開いていく、常に作り変える。これは日本で有名なコンサルタント、一倉貞さんという、ドラッカー、日本のドラッカーと言われた方はこう言ってますね。社長の仕事というのは変転する、変化し転ずるお客様、市場顧客に合わせて社内を作り変えることだと。変転する市場顧客に合わせて社内を作り変えることこそ社長の仕事だったんですね。組織が内部志向に放っておけばなるからなるほど、社長は口酸っぱく毎日毎日、毎朝毎朝言い続けなければ放っておくと内部志向になっていくってことなんですね。ただ社長がお客様第一、お客様第一って言うと社員さんの中でですね、こういう人が出てきます。僕のクライアントさんでこの前幹部さんでもいたんでびっくりしましたけどね。こういう方が出てきました。社長、お客様第一、お客様第一、CS、カスタマーサティスファクションが大事だっていうのは分かります。でもね、そうすると社員が疲弊するじゃないですか。ES、エンプロイーサティスファクション。従業員第一、従業員満足のことどう思ってるんですか？お客様第一、お客様第一って最近ドラッカーの影響を受けて言われますけど。これね、大きな勘違いなんですよ。CS と ES、顧客満足と従業員満足。これはこういうのね、もう経営計画書に定義しておいていただきたいんですけど、自転車の図を乗っけておいていただきたいんです。自転車の両輪なんです。顧客満足がなければ企業は存続し得ないですし、顧客満足がなければ従業員さんの給料も出ないんで、従業員満足にもつながらない。そして従業員が満足しなければ、例えば皆さんがディズニーランド、サービス業でも何でもやってる時に、ミッキーが満足してなければ、いいサービスできないですよね。従業員にも満足してもらわなければ、顧客にいいサービス提供できない。いや、ギスギスしたレストランとか皆さん行ったことありません？従業員がなんかやけに、さっきだってんなとこ、もう二度と行きたくないな。顧客満足と従業員満足というのは、もうつながった両輪なんです、自転車の。
で、どっちが立てればどっちが落ちるってことはないです。両方大事なんだけれども、従業員満足っていうのは勝手にそこまで落ちていくことにがないのに比べると、顧客満足って常に言っていかないと、組織は内部志向になっていくので、あえて顧客満足を強調してるんだよ。ですのでね、社長としては CSES 両方大事に考えてるんだよ、社員さん。だけど、顧客満足って特に強く言わないと、顧客満足が低下すると我が社は生き残れなくなるから特に言ってるんだよということで言っていただければいいと思います。CS と ES というのは自転車の両輪なんですよ。もちろん従業員満足高める取り組みをしますよ。従業員さんのエンゲージメントを高める、帰属意識高める取り組みをしますよと言っていただきながら、CS と ES って反するものじゃないんですよ。両方私は気にかけてるけども、特に前の CS について言うのはそういうためなんですよというふうに言っていただければいいと思います。まあ、もちろんね、CS について毎日って、ES についても1週間に1回とかね、月に1回とかこういうこと考えてるよってきっちり社員さんに理解していただくってこともすごく大事になります。そうするとね、こういう誤解も出てくるんですね。社長、お客様第一、お客様第一って言いますけどね、分かりました。でもね、お客様の言いなりになったらもうやってらんないですよ。あんなもひどいお客さんいてね、値段を半分にしろとかね、朝でも夜でもすぐ来いとかね。これね、これももう1個誤解ありますね。お客様第一とは、すべてのお客様の言いなりになることではないんですね。このお客様第一のお客様第一とは何かと言いますと、自社の商品サービスの価値を分かってくれて、ウィンウィンの関係になれる人をお客様と言います。例えば、僕もコンサルティングある程度のご料金をもちろんいただいてやってます。それは半額でやれとか、例えばご飯だけおごるから、そのついでに村瀬君教えてよってなったら、僕の事業を存続しえなくなっちゃうんですね。こういう人はお客さんじゃないわけです。皆さんの事業によってもそうですね。だからお客さんというのは、自社とウィンウィンの関係になれる、自社のことも大切に、価値も分かってくれて、大切にしてくれて、ウィンウィンの共存共栄できるような人がお客さんなんだよということも、これもきっちり定義してください。ウィンウィンの関係。で、お客さんじゃない人、お客さんを定義するということは、お客さんじゃない人も定義するといいです。お客さんじゃない人っていうのは、絶対お客さんじゃないのは、まず法律に違反する人。法律に違反したことを言ってくる人。まあ、こういうのを相手にしたら会社潰れてしまいますよね。もう一個の基準は、そのお客さんにサービスを履行しようとすると、他のお客さんに同じようなサービスが履行できない人。だから例えば、半額でサービスこれやれよって言われたときに、いや、それやってたら他のお客さんの都合もあるし、自社は立ち行かなくなるとしたらもう無理ですよね。そのお客さんを、に、そのお客さんじゃないんですけど、その人にやろうとすると、サービスが他のお客さんに迷惑がかかる。これお客さんじゃないとして切っちゃっていいんです。有名なですね、これサウスウェスト航空って顧客第一ですごく有名なね、航空会社があるんですけどね、サウスウェスト航空のトップがね、昔ね、お客様第一やるよって言った時に、お客様に最高のサービスを提供しようって言った時に、あるお客様に毎回毎回クレーマーのおばあちゃんのお客さんがいたんですって。で、毎回毎回ね、サブスウェイスト航空といったらね、どちらかというと、安い飛行機、LCC って安くてみんなが移動しやすいですよ、でもサービスはそこそこですよっていうサービスをしてたんですね。まあ、それ価格に合ったサービスをしてたんです。でも最高のサービスを求める、安いのに最高のサービスを求める安いクラスで、そういうお客さんいた時にね、そのトップの CEO はね、こういう手紙を書いたんです。親愛なるなんとか夫人。メアリー夫人、いつもありがとうございます。で、申し訳ないんですけど、次回からうちの飛行機には乗らないでください。あなたはうちのお客さんにすることはできません。で、これお客様じゃないよってきっちり言ってるんですよね。お客様満足、お客様第一というのは、すべてのお客様の言いなりになることではないという。これも誤解があるので、これを従業員さんにも言っていただければと思います。一つは、CS と ES っていうのは両方両輪なんだよってこと。お客様第一ってもお客様の言いなりになることじゃなくて、ウィンウィンのお客様。法律に違反したお客様とか、他のお客さん、迷惑かけるお客さんというのはお客さんじゃないからねということを言っていただいた上でやっていただければと思います。で、社長がね、うちの会社ってどうもお客様志向が欠けてる。内部志向になってお客様のことを軽んじて、お客様からそういった意見まで出てきてる。そういう時にお客様第一の会社を作っていくにはどうしたらいいかっていうと、これポイントがありましてね、社長がお客様第一、お客様第一、お客様第一やるぞって言っても、実はね、そんな簡単にうまくいかないんです。ああ、わかりましたって意識。人間ってね、意識では分かっても行動に移らないんですよね。意識って、モチベーションとか意識っていうのは今日高まっても明日だったら忘れちゃうんです。これポイントありましてね、日本古来の教育っていうのはどうなってたかって言いますとね、日本古来の教育にこれヒントがあるんですけど、何かを身につけるときに日本の教育っていうのは意識を変えてから体を変える。意識から体っていうようになってなかったんです。ちょっと紛らわしい感じがしますけど。日本の教育、僕ね、昔柔道やってました。
柔道とか華道とか茶道とか書道なんかやってた人はお分かりになられると思うんですけど、空手でもいいです。まずね、型を覚えるよ。行動をきっちり型として覚えることによって、その後、おもてなしの心とか、柔よく剛を制す心とか、心がついてくる。要は、型が先、精神性は後、型が先、精神性が後、形が先、精神は後、行動、形が先、意識が変わるのは後なんです。意識を変えようとするとうまくいかないんです。意識を変えようとするとうまくいきません。じゃあ、社長は何を変えればいいか。お客様に対して小さな行動でいいんです。お客様にきっちり様ってつけるとか、電話は3コール以内に出るとか、きっちりお取引先様に様、呼びつけに、ヤマトが来たとか、佐川が来たらお取引様もお客様ですからね、様ってつけるとか、お客様に対して3歩先まで出てお客様をお見送りするとか、お客様に対する小さな行動の徹底をある意味強制してください。お客様に対する小さな行動が整うと意識が自然と高まっていきます。これ誤解なくですね。意識が先、行動は後じゃないんです。行動、型が先、そして意識が整う。型が先、そして意識が整うっていうのをぜひ、ご参考にされてください。ですのでね、昔から日本の教育ってでもそうだったんですね。日本教育の有名な父で森新蔵さんという方がいます。終身教授楽なんて書いた方ですね。森新蔵さんはこう言ってます。いい学校か悪い学校かは、下駄箱に行けばすぐ分かると。いい学校ってみんなの靴がきっちり揃ってる。これきっちりしつけがと行き届いてるってことも全部そこに現れる。型に現れる。だから家庭でもそうだと思いますね。子供に言って意識が変わらなければ靴を揃えなさいとか、きっちり挨拶しなさいとか、型を揃えることによって心が変わってくる。逆に型が荒れて心が整ってありえないですかね。お客様第一も同じです。日本教育に即してやっていただくとすごくスムーズです。型、お客様に対する小さな行動を小うるさく徹底強制することによって意識も変わってきます。逆にお客様第一できてる会社ってそこできてるんですよ。意識だけ言ってる会社っていうのは結局お客様来たのになんとなく会社の前で通り過ぎて挨拶しなかったり、お客様を見送ったりしなかったり。行動ができてないともちろん意識も伴ってないですよね。行動から入るといった。お客様第一の小さな行動の徹底といったことから入るといった。もう一個ですね、ポイントを言いますとね、お客様第一っていうのはもうこれ、限界っていうものはないんですね、上限っていうのは。お客さん、今日のサービスに満足したら、次さらに感動したら、次もうそれが標準になっちゃいますしね。常に常に一歩上を目指していくっていう姿勢が社長として大事です。ビジョナリーカンパニーという有名な書籍があります。ジム・コリンズさんという有名な経営学者の書いた。それのジム・コリンさんはこう言いますね。グッドはグレートの敵である。そこそこできたっていうのは卓越したさらに素晴らしいものの一番の弊害になるんだと。グッドそこそこで満足するってことは衰退なんだと。常にグレートを目指す。だからお客様に対してもできてる会社ほどうちはまだまだできてません。さらに一歩踏み込め。一歩踏み込め。一歩踏み込めって社長、お客様に対しても環境整備でもよく言うんですよね。だから今できたっていうことじゃなくて、さらに一歩上、さらに一歩、一歩踏み込むっていうのを経営計画にぜひ盛り込んでおいてください。お客様が事業のボスであり、お客様第一が徹底されるってことは、一番のこれ企業永続の鍵になります。どんなに商品が良くても、建屋が良くても、何が良くても、学歴があっても、お客様第一でなければ生き残っていけないんですね。そこから立て直すってことがものすごく大事。そのためには、お客様第一の小さな行動を徹底社長としてしていく。組織の性質を理解して、組織が放っていくと内部志向になるので、いかにお客様第一を定着させ、小さな行動からやっていく。靴を揃えることから、履物を揃えると心が整うじゃないですけど、やるようにやっていくっていうことが大事になります。こういったエッセンスはですね、難しいドラッカーが、たった7つの原則でできるようになる僕のドラッカーを教えてくれる人を生かす系7つの原則に全て書いてあります。これ第一のマーケティングの原則。マーケティング、イノベーション、生産性、マネジメント、ミッション、そして学習する組織、様々なたった7つだけのですね、原則なんですけど、このマーケティングって一番大事な系の第一はお客様、マーケティングだってところに書いてますんでね。この本はですね、一般的にドラッカー難しいと言われます。ユニクロ、アップル、グーグル、アマゾン、山崎パン。イトーヨーカドー、ダイエーなんか実践して高い成果を得たドラッカー、一見難しいんですけど、たった7つの原則だけで中小企業さんで実践できるのがこのドラッカーを教えてくれる人を生かす系7つの原則です。そのエッセンスについてね、この後動画でご紹介してますので、ぜひご覧いただいて、この書籍も参考にしながら、していただきながら、お客様第一の会社を作って、強い会社づくりをされていただければと思います。それでは、どうぞ。今回は多くの企業で取り入れられ、イノベーションに成功し成長路線を実現した実践できるドラッカー理論、人を生かす経営7つの原則について説明させていただきます。ドラッカー経営とはユニクロ、キャノン、セブンイレブンをはじめ日本世界の成長企業が取り入れた実践できるイノベーションの最強理論です。しかし
ドラッカー経営を中小企業が取り入れるには問題点がありました。ドラッカーの書籍理論があまりにも膨大で、なかなか理解実践しにくいといったことだったんです。そこでドラッカーの最重要エッセンスを実践できる7つのコンセプトに集中し、中小企業から大企業までイノベーションを起こせるようにしたものが、この人を生かす経営7つの原則なんです。これは組織にイノベーションを起こす最強の人材育成理論、組織開発の理論です。優れた経営とは、優れた経営思考モデルを共有することである。卓越した組織は、全社員さんが優れた経営思考モデルを共有しているため、正しい経営判断、意思決定をすることができるのです。今回は最強の経営思考モデル、ドラッカーが実践できる人を生かす経営7つの原則について解説していきます。第1の原則、マーケティング顧客思考の原則。経営で一番大切なのは顧客です。ドラッカーもマーケティングこそ経営の最重要目標であると言いました。この原則では、市場で差別化し顧客価値を向上し、圧倒的に顧客に選ばれ続ける顧客志向の組織を作っていきます。第2の原則、イノベーション変革の原則。組織はイノベーションを起こしていかなければ生き残っていくことはできません。大変化の時代に対応し、業界の固定観念にとらわれず、新しいイノベーションを引き起こしていくことができる、新規事業を作ることができるようになる。これが第2の原則です。第3の原則、生産性成果志向の原則。ドラッカーは言います。成果を上げることは習慣である。それは知っているか知っていないかだけの違いである。この習慣は誰にでも身につけることができます。この成果志向の原則では、成果の上がる習慣を身につけ、社員さんの生産性を何倍にも倍増させることができます。これが第3、成果志向の原則です。第4の原則、学習志向、学習する組織を作る原則。ドラッカーは言います。組織に優劣があるのではない、学んでいるか学んでいないかの違いだけである。組織は人でできています。人の成長こそ組織の成長です。経営者としていかに社員さんに自律的に学び成長してもらう文化を作るか、これは組織の成長にとって非常に大切なことです。第4の学習する組織の原則では、社員さんが自律的に学び教え合う組織、学習する組織を作っていきます。第5の原則、リーダーシップ確立の原則。リーダー以上になる組織はありません。リーダーの限界が組織の限界です。この原則では、社員さん一人一人にリーダーシップを確立し、高い目標を掲げ挑戦していただきます。変化に対応できるチェンジリーダーに進化し、高い目標を達成する挑戦的な起業家リーダーにも進化していただきます。第6の原則、ミッショナリー使命確立の原則。強い組織は使命に導かれています。人は使命のためならば命まで投げ出す生き物だからです。この原則では、一人一人の社員さんにミッション、起業家としての使命に目覚め、圧倒的に高い成果にチャレンジしていただきます。雇われマインドではなく、起業家的なミッションからチャレンジする、起業家的な使命を持った社員さんに進化していただきます。第7の原則、マネジメント人を生かす原則。マネジメントは人のことである。経営の最重要目的は人を生かすことであるとドラッカーは言いました。この第7の原則では、人を生かし、人の強みを爆発させ、最強のチームを作り、最強の生産性を上げ、人を誇りあるものとする最強組織の作り方を学んでいただきます。これが第7の原則、1から6の原則の終着線、究極の原則、人を生かすマネジメントの原則です。いかがでしたでしょうか。これが大変化の時代、人を生かし、組織にイノベーションを起こし、成長路線にシフトすることのできるドラッカーが教えてくれる人を生かす経営7つの原則です。難解なドラッカーをシンプルな7つの原則に集約し、これ以上に実践しやすいドラッカーの理論はありません。組織の人を生かしたい、イノベーションを起こし、最大の成長路線にシフトされたいと考える経営者の方は、ぜひこの原則を社長から経営幹部、そして部長、課長と導入されてみてください。ドラッカーは言います。変化の時代には変化を機会とせよ。それがチェンジリーダーになる秘訣である。変化を機会とし、組織に最大のイノベーションを起こせる、その手腕は経営者としてのあなたにかかっています。ドラッカーを導入され、ぜひ成長企業にシフトしませんか。ドラッカーの扉はあなたに開かれています。変化を機会とし、チェンジリーダーに進化し、今こそ経営に勝利しましょう。この動画は
中小企業が小規模企業共済、経営セーフティー共済の次に加入するべき制度、育み企業年金の導入推進をしている株式会社ベタープレイスの提供でお送りします。育み企業年金は企業経営者であればぜひ知っておくべき企業年金制度です。詳しい制度については概要欄にある URL からご確認ください。